超熾烈な戦い。トップは絶品合流サンバの町田選手が142ポイント、とランキング2位の鈴木隆成選手が138ポイントと4ポイント差をアウト。浅田高吉言うてるんですけど、反対から読んで敬語高吉言うて、反対強氏の方高吉言うてる。浅田じゃなんか流行らんだよ。中国人になってる。中国人。俺とやりたいことは、
が続きまして、かつて今終わったばかりですけども、IBO ヒートの暫定表彰式を行いたいと思います。さあ、こちらも、さあ、こちらの方も、皆さん、ご覧のとおり、応援するこちらの、特別の男子ワイド賞を、はい、お送りしたいと思います。ナイスファイト賞は、ゼッケン55番田中純也選手です。まずは上の方にお上がりください。それで表彰台の前の方にお願いいたします。ラスクナイスファイト賞の同時は後継者の宮崎様よりお願いします。さあ記念撮影オフィシャルのカメラもまずはお二人から行きましょう。ベストの方の写真ありがとうございます。さあ皆様写真の方ぜひともお撮りください。おめでとうございます。さあそれではIBOオープンの暫定表彰式に入りたいと思います。IBOオープンヒート1第3位はゼッケン28番チームリキバイカミチコから山田康介。おめでとうございます。そして第2位はゼッケン55番ブルークルー YSP 浜松ボスレーシングから田中純也選手。おめでとう。そしてアイビーオープンヒート1優勝はゼッケン47番ウィッチクラフトからぶっちぎり鈴木優さん。さあ同じくトロフィーの3番の方は表彰台の下の方に置かせていただいております。さあ特別賞の米武将賞をお送りしたいと思います。さあそれでは記念撮影の方に入りたいと思いますので表彰台の3名の方最後の笑顔で、応援してくれております。皆さんに笑顔の方を振り返ってください。おめでとうございます。それともたくさんの写真をお願いいたします。さあ下からグーのポーズを選びます。おめでとうございます。ありがとうございます。それではですね各選手にインタビューの方していきたいと思います。それではまずは優勝の鈴木雄生選手素晴らしい走りでした。お願いします。皆さんお疲れ様でした。この広島県にはみだけなコースで、もらったおかげでこうやって1位になれたと思います。また明日もスタートから1位で自分らしく走って表彰台一番上に行きたいと思うんで皆さん応援お願いします。ありがとうございます。面白いコメントという様子ですけども OK ですか。よろしいですか。ダメですか。ダメと言われてるんですけど大丈夫ですか。ありがとうございます。おめでとうございます。さあ続いて第2位の田中純也選手おめでとうございます。応援ありがとうございました。スタート出遅れてしまって前半のペースはあまり良くなって、1番手のライダーも離れてしまって2番手で終わってしまいました。山田さんをはじめボスレーシングの監督スポンサーの皆様お父さんお母さんを応援してくださっている皆様ありがとうございました。明日はヒート2なんで最後は絶対勝つので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。そして第3位の山田康介選手をお願いいたします。お疲れ様でした。スタートで出てしっかり走ったつもりなんですけど速い人たちに完全に負けました。明日はスタート出て1位走ってそのまま終われるように頑張ります。応援お願いよろしくお願いします。ありがとうございました。
がとうございます。それでは記念撮影はですね、実は先ほど最初にしたんですけども、このトロフィーをですね、ちょっと後で持ち直してですね、改めて記念撮影の方をさせていただきたいと思います。すいません。シャンパンは足元でもよろしいですか？大丈夫。はい、それでは準備が整いましたので、改めて記念撮影の方をお願いいたします。後で紹介させてください。第3位はゼッケン28番山田康介選手、そして第2位はゼッケン55番田中純也選手、そしてアイディオブリフィット版優勝はゼッケン47番鈴木隆成選手、おめでとうございます。今一度拍手を下げてお願いいたします。ありがとうございます。以上をもちまして、IB オープンヒートワン暫定表彰式の方を終わりたいと思います。表彰台の前にあるこのシャンパンの方も、はお持ち帰りください。トロフィーだけ届いていただいて、シャンパンの方をお持ち帰りください。上のあれはこう、こうはない。じゃあ、行きましょうか。二重かぶりだったんですね。さあ、以上をもちまして本日2試合分の暫定表彰式の方を終わりたいと思います。さあ皆さん、今日ちょっと寒かったですね。明日もですね、ちょっとね、この今日、明日、明後日と、広島県寒いという予報が出ておりますけども、ちょっとね、今日体を冷やさないようにしていただいてですね、明日もう一度この会場で皆さんにお会いしたいなと思います。明日は8時5分から、これはライダーの皆さんに向けてですね、明日は8時5分から公式練習、そして8時25分から、出展、大会出展の方を、始めていきたいと思いますので、明日もこの会場にご家族ご友人などをお誘いの上、もう一度この場所で明日の決勝レースの方にも会いたいなと思っております。寒い中、皆さん大きな声援、拍手の方、本当にありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。ありがとうございます。また明日。